はい、おかえりなさい。おかえりなさい。今日もお疲れ様でした。はい、今日はですね、霊格が高い人の金運というものについて話をしようと思います。なぜ霊格が高い人の金運かというとですね、これはね、普通の人には起こらないようなことが霊格が高い人に限っては起こったりするんですよ。ね。オーラっていう言い方をしますけれども、霊格が高い人っていうのは目に見えない、そういうね、特別な光出してるんですね。光ね。うん。光っていうのはどうでしょう。例えばね、そこにね、光があると、いろいろなものがそこにね、集まってきたりするんですよね。うん。霊格が高い人っていうのは、周りにとってそういうね、霊的な光みたいなもんですから、人から頼られることが多くなったり、ね。虫が寄ってくるみたいに、つったらね、まあこれは失礼ですけども、実際そうなんですよ。うん。まあこの人は安心してね、まあ、この人は安心できるからよく相談事を持ち込まれたりだとか、よく悩み事とかね、愚痴を聞かされたりですとか、心配事をね、任されたりするの。うん。なんで私ばっかりにみたいにね、そういう役目になってたりするんです。あ、そうだそうだ、これね。この間もね、コメント欄にちょっとね、これを書いてくださってた方が、まあ、いたんですけれども、魂レベルが低い人の方が、この世では生きやすい気がする。うん。そう書いてらしてね。うん。なんかバカ騒ぎして、言っちゃ悪いんだけれども、レベルが低いなってね、そういう人に見える人の方が、なんかね、お金持ってるように見えたりしてね。これはね、つまりはね、まあ、この世にはお金は2種類あるっていうことなんですよ。うん。何かっていうとね、本当の幸せと偽物の幸せがあるみたいに言う人もいますけれども、お金にも本物と偽物があるんだよ、とね、みたいなね。本物のお金っていうのは金運のあるお金。偽物のお金っていうのは血の通わないお金でね、すぐに消えてなくなるんです。うん、人を苦しめるお金っていうのもある。それで本物のお金、金運のあるお金を使えるのが霊格が高い人の特徴なんです。うん。本物のお金、金運のあるお金ってどんなのだろうっていうとね、これはね、幸せなお金、ね、幸せになるお金をどん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 生み出すっていうお金のことなんです。うん、お金さんがね、新しい仲間をどん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 連れてきてくれる。うん、いいですね、うん。人を幸せにする特別な力があるのが、金運のあるお金。ね。これを知らないとね、血の通わない偽物のお金をただ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 追っかけてばっかりの一生終わるっていうね、金の亡者みたいな、そういう人になって悲しいねっていうのもあるわけですからね。はい、ぜひね、今日の話は最後までね、よく聞いといてくださいね。はい、それでは始めます。宇宙で一番
優しい神様に今日も感謝します。こんにちは、開運案内人池田芳香です。血の通ったお金ね、幸せなお金をね、どん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 生み出すね、そういう金運のあるお金っていうのがねあるんです。この話は知ってるかな。あのね、昔ね偉いお坊さんがね、弟子を連れて宅発に行ったのね。宅発っていうのはものすごく簡単に言うと、人ん家を訪ねて行って、お家を訪ねて行って、知らない人にね、お金とか食べ物をもらって、ご利益を返すっていう修行ですよね。それでね、弟子がね、その偉いお坊さんに言ったの。お師匠様、って。なんだね、道が違います。道が違う？そちらは大変貧しい村に行く道です。その先には食うや食わずの村人たちがおります。あの者たちがお布施をするとは思えません。どうか豊かな者がたくさんいる右の道に行って宅発を行いましょう。お弟子さんがね、そう言ったの。するとね、その偉いお坊さん、なんと答えたと思います？ね、なんて言ったのか。なるほど。この先は貧しい者たちの村か。そうであるならば、なおさらこの道を進んで、その貧しい村で宅発をしなければならないな。もちろんね、お弟子さんはね、ものすごくね、驚くわけですよ。普通逆じゃないですか。わざわざ貧しい村にお金や食べ物をね、もらいに行くなんておかしい。でも、このお師匠様が言うからには何か特別な理由があるに違いない。なぜなら、このお坊さん、このお師匠様っていうのは、世界中の誰もが知っている、とってもとっても有名な、特別な人だったからです。この話はね、仏教のことを学んで、勉強した人なら、絶対に通る道で、特にね、お坊さんになる人なら絶対知っている、これは有名な話なんですけれども、貧しい村にお金や食べ物をもらいに行くっていう話をしながらですよ。ものすごく高い次元の話をしてるんですね、これ。このお師匠様、お坊さんは世界中の誰もが知っている特別な人だって、私言いましたけれども、これね、釈尊、釈迦牟尼、つまりね、お釈迦様の有名なエピソードなんですよ。これってね、私流に解釈しますと、方向流にね、説明するとですね、この世の目に見えない部分を動かしている、この世の目に見えない部分を動かしている、見えない力の話なんですね。で、お釈迦様、釈尊は弟子にこういうふうに言ったんです。米一粒でもいい。貧しい者がお布施をして、功徳を積むのならば、それによって貧しさから抜け出すことができるのだ。これってね、
まあ、言い換えるとね、ものすごく高い次元の金運の話なんですね。この世の目に見えない部分を動かしている目に見えない力、うん、運っていうのもそうなんです。金運もそうです、もちろんね。目に見えない力、見えない力っていうものがあって、釈尊、お釈迦様はこの時ね、米一粒でもね、米粒一つでも差し出すっていう、その良い行いの結果、良いことがその人たちに返ってくるんだっていうのをね、弟子に伝えたんです。だからこそね、その貧しい人のところに行かねばならないんだと。米一粒をいただくため、私たちはこの道を行かねばならないのだ、そう言ったんです。するとね、実際にね、その村では最初はね、最初のお布施は米一粒二粒だったのが、だん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 増えてって、どん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 増えたった。増えたった、うん、増えてって。ね。やがて豊かになってったっていうね、これ。お釈迦様の霊視では、その村ではね、人に構わず自分のことばっかりを優先して、貧しいガキ界のね、因縁っていうものを積んでしまったために貧しい。その苦しみの原因を解くために人にお布施をするっていうね、つまり徳を積むっていう教えをね、伝えに行ったんだっていう話なんですね、これ。目に見えない運っていうもの。ここではね、金運という話ですけれども、ね、例えて無限力っていうんですね、こういうのを。見えない力はね。一方でね、人間の力っていうものは、これ有限力なんですね。人間の力っていうのは限りがあるから有限力ね。釈迦が霊視で見抜いた、そこの貧しい村の人々、そこの人々は他人に分け与えるとね、自分の分が減ってしまう、そう考えて、まあ、今言ったね、限りがある有限力ですね。人間の力には限りがあるんだと。つまり自分の力には限りがあって、ここまでしかないから、ここまでしかできないから、人には分け与えられないっていうふうに思ってた。でもそうじゃない。ね、でもそうじゃないの。目に見えない世界というものがあって、そこにある見えない力っていうのは、限りのない無限の力がある。ね、無限力なんだと。人に分け与えることで自分の分け前が減るどころか、そうじゃなくて逆に増えるんだと。ね、一粒万倍って言いますけれども、本当にそうなんだ。釈迦はね、ガキ界の因縁って言いましたけれども、これ日本風に言いますとね、貧乏神ですよね。貧乏神に取り憑かれてるの、それをね、払いに行ったわけですよ。ね。限りある人間の力、有限力だけにキューキューとしているのはいけないんだと。いつまで経ってもそれじゃあ金運はやってこないんですよ。ね。人を幸せにする特別な力がある。金運なるお金がやってこないんですよ。ね。血の通わない偽物のお金を追っかけて一生終わる金の亡者みたいな人になってね、悲しいねって最初言いましたけれども、そういうね、偽物のお金って、血の通わないお金でね、すぐ消えてなくなるんですよ。人を苦しめることもあるね。あのね、宝くじの回でもね、その時にも話しましたけれども、宝くじっていうのはね、寄付からできてるんですね。外れても何割かは寄付になってるんで、ちゃんとね、人のために使われてるんですよ。ね。それとね、家族や
周りの人のために使いたいと願っている人に当たるっていう傾向がある。で、これもやっぱりね、本当の方のね、これね、本当の本物の金運ですよね。一方でね、当たっちゃって逆に不幸になってしまう人もいるんだと。ね、結構これはいるんだっていう話もしました。お金があることで苦しむ。人を苦しめるお金っていうのも実際あるんです。ね、揉めている家もね、世間には多い。お金というね、この限界がある有限力にだけ目をやってるとそうなっちゃうんです。そうなるんです。人を幸せにする金運という運の力ですね。目に見えない力、見えない力という無限力。無限力を知らないと、釈迦の言うね、ガキ界ですね。手元にお金があっても、そのお金はすぐに消えてしまう。ね、貧乏神から逃れられない。そういう風にならないようにするには、例えばさっき言いましたね、さっき言った宝くじ、その中の寄付の部分ですね。宝くじを買うっていうのも寄付、人のための施しになりますし、あのね、このスーパーやコンビニのこのレジのところに横にあるじゃないですか。レジで募金箱に小銭を入れる、ね、そういうのも運、ね、呼び寄せる、施し、寄付、ね。そしてね、忘れがちなのが自分への施しですよ。本当に自分が好きなもの、欲しいもの、必要なものには惜しまずに施す。これができない人ってのは多いんですよね。自分に施すっていうのもね、あなた忘れないようにしてください。するとね、これまでにね、人に施してきたっていう人にはものすごい本当の本物の最強金運が来ます。はい、それではね、本物の最強金運があなたにどん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 やってきますように、あなたに無限の見えない力、運気が上がるエネルギーをお送りしますので、受け取ってください。では、目を閉じて受け取ってください。談三観の方をご存知の方は、これから談三観の方を実践した後これをご覧になるか、この後に談三観の方を実践してください。はい。それでは、始めます。はい、お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではね、いつものように皆さんの願いが叶いますようにと願っていただきまして、これもね、人様への施しですのでね、よろしかったらコメント欄にもそのように書いていただきまして、あなたのそのお力で皆さんの願いも叶いますように、あなたのね、
そのお力で後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように。あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。大丈夫。無限の力、見えない力が守ってくれます。大丈夫、大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。